江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうも、ご視聴ありがとうございます。今回もですね、K国の小さなニュースの詰め合わせ、ミニニュースのコーナーやっていきたいと思います。はい、それではですね、今日は2本あるのかな?はい、まあ、前編後編というかね、ちょっと収録する時間が違うんですけども、こちらは、12月2日朝のホットな話題でございます。それでは見ていきましょう。まだまだね、K国さん、プサンエキスポのね、後遺症っつうの?それがね、まだまだこう続いてるわけなんですよ。もういい加減ね、私的にはもうどうでもいいんだけど、なんか渓谷内ではすったもんだしているということでございます。はい、それではね、今日はじゃあどんな話題かと言いますとですね、プサンエキスポの浪人、すでに覚悟していた!浪人って何なんだというね。浪人って何ですかと。ちょっと見ていきましょう、こちら。ですね。まあ今回ですね、サウジアラビアに負けまして、で、まあ予想外の大きな得票差だったと。で、慌てたと。ただし、万が一の場合、再挑戦の意思自体は早めに覚悟していたことが1日確認されたと。また挑戦するんですって。はい。ちょっと長いんですけど見ていきましょう。終盤の大逆転ドラマを書くために、大統領室、政府、企業などが一つになって、すべての情熱を注いだだけに、ややもすると、あらかじめ諦めて代案を模索するという話が出てくる可能性があり、再挑戦言及に沈黙を下し、保安を明らかにしたと知られたと。観光令が敷かれていたということでございます。で、同日、大統領室によると、ある関係者は昨年、下半期へ、本市に、プサンエキスポ誘致の難関を説明し、プラン B の必要性を取り上げたと。で、BIE、国際博覧会機構、登録エキスポ誘致戦で積み上げたネットワークを通じて、1段階低い認定エキスポを誘致したり、2035登録エキスポに再挑戦する方式の代案であるわけだということで、もう始まる前から、まあこういうふうにね、プラン B を検討していたと。渓谷さん大好きなプラン B。で、プサン市も当初から、浪人をする可能性を念頭に置いて誘致戦に臨んだことが確認。ダメだよ、それじゃあ。退路を切ってですね、背水の陣で向かわなきゃ。どうせ爆散するけど。ある市の関係者は、指揮者との通話で、登録エキスポ誘致で現実的に容易ではなく、浪人ができるということはすでに内部的に議論されてきたとして、二次投票で私たちの支持するという国家が相当数でありっていうのは、まあ、限定されておりっていう意味ですね。一次投票を超えるのは容易ではないという報告があったんだね。分かってたのかよ。はい、ただ政府が念頭に置いていたプサンエキスポ誘致の場合、プサン市で考慮しない可能性が高いというのが市関係者の伝言だと。はい、政府が念頭に置いていた認定エキスポ誘致の場合、プサン市で考慮しない。まあ、なんだろうね。この関係者は登録エキスポ挑戦直後にレベルが一層低い認定エキスポを推進するのは格好が良くなく、認定エキスポはすでに1993年、2012年に2度も開催しているとして、ピョンチャン東京オリンピックも3回、これで3度目、成功させただけに今回の招致戦で行ったことを土台に十分浪人する価値があると話したということです。おー、もうすでにあれだね、始まる前からもう再挑戦を考えてたんですね。それが今こう話になって出てきたと。またこれもね、物議になりそうですね。もう当たってくじきれ、もうあれだよね、砕けりゃいいんだよ別に。そんなこと後で考えればいいじゃん。で、次までまだあと3年あるんですって。だから今すぐこれをどうのこうのっていう必要はないんですよ。どうせ3年後なんだから。はい。今からね、浪人をするとかそういうこと考えなくていいと思うんですけどね。
はい、じゃあ次行きましょう。次はですね、ケイコクさんの地下鉄でですね、駅で停電になっちゃったらしいんですよ。うん。1日の午後、ソウル地下鉄6号線の4カ所で、同時に停電が発生しましたと。地下鉄は動いてたらしいんだ。改札やエスカレーターなどが1時間以上停止し、市民が不便を経験しました。じゃあちょっとね、その視聴者からの映像を見てみましょう。こちらでございます。改札が動いてない。非常灯なの？じゃあついてる。エスカレーターが動いてない。大変だねおばあちゃんね。真っ暗だよ。なんか廃液みたいだ、この暗さが。はい、ということでね、まあこれはもう復旧したのかな。まあこんな感じでですね、4つの駅で同時に、なったということでございます。じゃあ次行きましょう。こちら、ケイコクさんのとあるマンションの駐車場で、こう15台がバンパーが外れたりしたんですよ。こんな感じで、まあこれだけじゃない、こんな感じ、バン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 どうしてこうなるんだろう。こんな感じ、バン、ここも黒くなってますね。ああ、ここら辺もね。なんでかと言いますと、こちら29日、まあ、深夜のね0時10分頃、マンションの管理事務所から誰かが車をぶつけて逃走したという届け出が警察に受け付けられたと。現場に出動した警察は、駐車された車両15台のバンパーが落ちたり傷がつくなど被害が発生したことを確認したということで、事故の車種 A さんは速いスピードで駐車場を走って、駐車された駐車された後車を引いたと。で、それにもかかわらず A 氏がずっと軽自動車を、まあ、運転して進んで、で他の車両も相次いで破損したと。おー、映像が見たかったんですけど映像なかったんですよ。で、事故以後 A さんは車から降り現場を見回した後、あ、やべえ、やっちったって感じなのかな。で、もう一回車に搭乗して、でその後車を捨てて消えたと。深夜0時に消えたと。いや、別に幽霊とかじゃないけど、別に怖くないよ。怖くないかって。はい、というね、事件がありましたよということでございます。じゃあ次はね、こちらでございます。まあこれはね、やりがちな話なんですけども、地下鉄でですね、女子中学生が電車の中で、まあ、横になったり化粧したりしているというのがですね、まあ渓谷で物議を醸しているということでございます。おー、地べたに座ってるね、中学生か。ソウル地下鉄5号線の客車内で入り口を遮り、床に座って乗客の目を曇らせた女子中学生たちの映像が論議だと。先月30日、ネチズン A さんはインスタグラムを通じて、ソウル地下鉄5号線内で撮影された映像を掲載したと。で、映像には10代女子生徒5人が出入り口のすぐ前の床に座って、集まって座っている姿が盛り込まれたと。で、学生たちは周辺の視線にも気を配らず、化粧をしたり、頭を潰した、頭をこう溶かしたのかな。で、また、床に横たわり、V をしてお互いに写真を撮ってたりもして。あ、ピースか。で、駅で降りようとした乗客は学生たちを避けて片側に並んで抜けなければならなかった。あ、ピースしてたね今。迷惑だな、ピースしてるわ。なんでこういうのぶち切れないんだよな。触っちゃいけないんでしょ、オラってこう胸ぐら掴んじゃいけないんでしょ。でも警告さんだったらな、すぐなんか血気盛んで、わーって言いそうだけどね。はい。というね、治安の悪い話でした。まあ、これはね、まあ、どこの国でもあるっちゃありますよ。うん。はい。じゃあですね、これで、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。